ロードスという名の島がある。その島を駆け抜けた英雄戦争、または勝者なき戦いと呼ばれた忌まわしい戦いからすでに2年近くが過ぎ去っている。しかしその大戦の傷跡はまだロードスの各地に、そして何より人々の心に生々しく残されている。暗黒の島マーモから皇帝ベルドに率いられてロードス本島にやってきた魔物たちは、現在もなお各地に潜み、恐るべき災厄をもたらし続けていった。角川カセットブック、原作水野亮、脚本渡辺真美、演出鈴木久弘。ロードス島戦記、宿命の魔術師。ラスター効果。は。近頃よからぬ噂を耳にするが、心当たりがあるか。何のことでございましょう。私にはとんと。アランの領主ラスター公としてではなく、私の弟として答えてくれ。ならば、私も伺います。実の弟である私と取るに足らぬ噂、どちらをお信じになりますか。それを聞いて安堵した。兄上、昔から変わられませんな。周りの者に優しくて疑うことを嫌う。私は小さい頃からそんな兄上が大好きでしたよ。ただし、それが命取り。貴様、統治する者に甘さは禁物。これからのアラニアは私に任せて、どうぞ安らかに。おのれ、うわこれでこの国は私のものだ。私がアラニアの国王だ。私が王だ。何者だ。初めてお目にかかります、国王陛下。貴様、ビルニのラーズと申し上げればお分かりいただけますかな。何、魔術師の。おそらくは新たな国政のために私の力がお入りようかと。国王陛下。ロードスの東の海岸に接した国アラニアは戦乱の真っ只中にあった。先の国王が崩御された後、王位を継承するはずであった首都アランの領主ラスター公にノービス伯アモスン卿が反旗を翻したのだ。それは先の国王がラスター公に暗殺されたという説がまことしやかに流れた結果である。旧国王派からすれば、真の反逆者は他ならぬラスター公である。両者を擁護する貴族たちが互いの潔白を主張し合いながら国土を血に染め始めたのがアラニア内戦の始まりである。しかし領民にしてみれば、どんな戦いも一部貴族たちの権力争いでしかない。戦いが長く続けば田畑は荒れ、貿易は止まり、日々の生活を営むことは難しい。そんな領民の苦渋を察した人々が王政に反発を示し、アラニアからの独立運動を起こしたのもごく当たり前の結果である。そしてその反王政派の中心にザクソンに舞い戻ったスレイン・スターシーカーがいた。ス
スレイン。はあ、どうしてわざわざザクソンへ。スレインが苦戦しているのを知っていて知らんぷりはできないものね。リード、ザクソンは俺のふるさとだぜ。この村を戦場にしてたまるか。頼りにしています。この戦いにバリスの聖騎士としての称号を受けたパーンと彼に従うエルフのリードリットがフレイムでの戦いを終え合流していた。さらにかつてのカーラとの戦いで失ったギムとウッドチャックの代わりにスレインを慕って弟子入り志願をしてきた魔術師セシルと、今はスレインの妻となっている第一母神マーファの司祭レイリアが加わっていることは言うまでもない。パーンたちは互いに再会を喜びつつも、これが戦いゆえの終結であることにわずかながらも憂いを感じていた。再び彼らの行く手に嵐が迫ろうとしていた。スレイ！セシル、またドアが壊れますよ。私は大工仕事が苦手なのだからね。君の仕事が増えるだけですよ。落ち着いている場合ですか。またアランの町から難民がたどり着いたんですよ。何ですって。今度は随分人数が多いとかで、村の女たちがテーテに向かいました。おそらくそれだけアランが荒れているということなのでしょうね。ラスター公明、領民が全て逃げ出した国で国王を気取るつもりか。さあ、彼もバカではありませんからね。そろそろ領民の脱出に対して取り締まりを厳しくするでしょう。ハルイは。俺、もう我慢できません。行きましょう、アランへ。スレインとレイリアがいれば、腰抜けの貴族なんかあっという間に。セシル、お腹が空いているのですか？いや、人間怒りっぽくなっている時は、すべからく空腹の時が多いと。スレイン！レイリアが今スープを持ってきます。アランへは、食事を済ましてからでもいいでしょう。どうしてそんなに落ち着いていられるんです！ずいぶん大きな声ね、セシル。そんなにお腹が空いていたの？言ってくれればもっとお夕食早くしたのに。いりません。まったく見事なくらい昔の誰かさんにそっくりですね。あなた、噂をすれば影ですわ。ただいま、スレイン。まったくアランの町と来たら目につくのは兵隊か貴族だけ。町の人はもうほとんどどこかへ逃げ出しちゃったんじゃないかと思うくらいよ。パーン、ディード、アランへ行ってたんですか？そうよ、スレインに頼まれて。闇雲に突っ込んだら何が起こるかわからないだろ。ああ、いい匂い。レイリア特製のスープね。リードに言われた薬草を使ってみたの。ずっと味が良くなったわ。いいえ、元の料理がまずければあの薬草は役に立たないわ。やっぱりレイリアが上手なのよ。いいなあ、スレインは。料理のうまい嫁さんもらって。パーンにも素晴らしい人が見つかりますよ。保証します。願わくば口うるさいのだけはごめんだな。何ですって？おー、怖っ。不愉快です。みんなで俺を犯人前扱いして。何ひがんでんのよ。誰もそんなこと言っちゃいないだろ。もういいです。あら、セシル、スープは？いえ、いただきます。静か、何か来る。見て、窓のところ、黒い鳩。黒い鳩？もしや。ええ、間違いないようですよ、セシル。これは彼からの頼りですね。久しぶりだな、スレイン。やはりラーズ、君か。古い友である君に折り入って相談したく、この鳩を使いに出した。今私の預かるビルニの町は危険にさらされている。首都アランの貴族どもの権力争いが私の町にも及びつつあるんだ。このままではビルニの領民にもどんな危険が降りかかるかわからない。そこで我がビルニは君を中心とするザクソンの独立運動に参加することを決議した。もしこの申し出を受けてくれるのなら、一度私の城に来てもらえないだろうか。スレイン、最後に私は昔と変わらぬ友情が君との間に生きていることを切に願っている。ラーズ。俺は反対です。あなたもご存知でしょう。ラーズがどれほど野心家で腹黒いやつか。セシル、
君が彼に関してどう思っていようが、ラーズはやはり私の古い友人なのです。でも、あいつは賢者の学院が崩壊する直前に、禁断の品を持ち出したんですよ。という噂でしょ。誰もその現場を見た者はいないのですよ。いえ、あいつに決まってます。セシル、たとえ短時間でも、君はラーズの私塾で学んだのです。教えを受けた人を悪く言うのは感心しませんね。はい。とにかく、頭から疑ってかかるものではありませんよ。あなた、私もご一緒していいですか？言わずともお見通しですか。はい。戻ったか。ご苦労だったな。あとは奴らが来るのを待つだけか。スレイン、どれほどこの機会を待ち続けていたか、お前にはわからんだろうな。久方ぶりの再会だ。盛大に歓迎するさ。ビルには港町である。この町はガレー船を使っての海洋貿易で古くから栄えており、古来より閉鎖的なアラニアにあっては首都アランをしのぐほどの活気を持っている。また外の世界から貿易の品々と同時に運び込まれる異文化は町全体に開放的な空気をもたらしている。そのせいか人々も町中で陽気に政治論議を繰り広げるほど世の中の流れに敏感でもある。ほう、なかなかにぎやかなところですね。これから比べるとザクソンは確かに田舎町ですね。でも私にとってはザクソンの静かさの方が。その通りです。この町は単に騒がしいだけです。ガーズの好きそうなところです。セシル、いい加減その仏頂面やめてくれない？気が済まないなら待っててくれてよかったんだぜ。とんでもありません。ラーズのところにスレイン一人で行かせられるものですか。随分な言われようね。でも昔はあなたの先生だったんでしょ、そのラーズって人。いや、あの頃はまだ魔術の何たるかを知らなかったから師匠を選び間違えたんです。魔術の何たるかね、今だって怪しいもんだわ。リード、俺に喧嘩を売る気ですか。セシル、リードよりも喧嘩を売りたそうなのが来たぜ。何です、あなた方は。見かけぬ顔だ。どこへ行く。人に物を尋ねるときはもっとにこやかにするものだぜ。まるで盗賊まがいね。なんだと。待ってください、我々は領主殿に呼ばれてきたものです。何、ラーズに。ならばなおさらだ。領主に味方する者はこの町には必要ない。さあ、レリア、下がって。話してわかる相手じゃなさそうだ。セシル、あんたもよ。俺だって戦います。何言ってるの。こんな人がいるところで簡単に魔法なんか使うもんじゃないわ。剣ぐらい扱えます。足手まといよ。失礼。リード、後ろ。あの男が後ろからなんて卑怯ね。黙れ。ラーズに加担する奴に礼儀なさるのか。貴様ら、ラスター校の手の者か。寝ぼけたことを言うな。自由都市ビルには自由にはさせん。何？スレイン、藤川、ラーズ。すまん、遅くなった。私は大丈夫だ。うん、オーガンドンウェイ、私の友人を襲うとは言語道断。このラーズ自ら成敗してくれる。ラーズめ、貴様の思い通りになると思うなよ。それでは再会を祝して。なんだなんだセシル、その仏頂面は。生まれつきです。やれやれ。言っとくがな、俺が破門したのではないぞ。お前が勝手に出て行ったのだ。ええ、覚えています。まったく変わらんやつだ。恐れ多そうと
後のお二人はどうしたのだ。昼間のことが気になるようで町を見てくるとか言って、あの二人は根っからの戦士ですからね。到着早々危ない目に遭わせて申し訳なかった。近頃この町が独立運動に加担するという話がどこからか漏れてな、ラスター校の配下の者がうろつくようになってしまったのだ。しかし何も漁師である君が自ら来なくても危険すぎる。心配いらん。俺の力はお前が一番よく知っていようが、もっともお前には勝てなかったがな。運が良かっただけだ。お前はいつも運のせいにする。実力だとは決して言わなかった。変わらんな、賢者の学院の頃から。ラーズ、君もな。賢者の学院とは、200年もの長きにわたって多くの魔術師を生み出し、いくつもの古代魔法を復活させた、いわば魔術師の養成所のようなところである。スレインはそこでラーズや他の多くの仲間と出会い、数々の魔法を習得したのだ。しかし現在は廃校となり、すでに魔術師を生み出すことはない。ところでレイリア殿は、マーファの最高司祭の令嬢とか後を継がれなくてもよいのか。あ、私にはその資格がございませんから。これは失言。少し前までカーラに支配されていたと。なぜそれを。あ、何、魔術師にはそれなりのルートがあってな。ラーズさん、今さらそんな話を引っ張り出すことはないでしょう。セシル。でも。いいのよセシル、私のことなら心配しないで。やれやれ、変化もなく成長もなくか。スレイン、お前こいつに少し甘すぎるんじゃないか。スレインのせいじゃありません。もういいでしょうセシル、あまり腹を立てると眠れなくなりますよ。わかりました。これ以上ここにいるとますます眠れなくなりそうですから。相変わらず礼儀を知らん。まだ若いのですわ。お許しくださいね、ラーズ様。いや、若いというのは理由になりませんよ。スレインはあのくらいの頃も今も全く変わっていない。どんな時でも感情のままに動かず、いつも冷静で欲がなく。買いかぶりすぎだ。それ、その顔。誰もが人を落ち着かせる不思議な表情と褒めたたえた。俺もなぜお前がいつもそんな表情をしていられるのか不思議だった。ラーズ。すまん、年のせいかな。あの、近頃学院時代のことをよく思い出す。すいませんね、レイリア殿。昔話ばかりで。いえ、私も伺いたいですわ。いや、今日はそうはいきません。このクールな男がどんな魔術を使ってあなたを陥落させたか、今夜はどうしても聞かせてもらいますぞ。はあ、こんなところでさっきの連中に会えるわけ？港みたいにごちゃごちゃしているところの方がいろんなことを隠してるものさ。どんな理由であれ、連中は漁師に睨まれている。まっとうなところにいるわけはない。パン、何を考えてるの？気になるんだ。君も聞いたろ。自由都市ビルには貴族の好きにはさせん。あれはラスター校の手先の吐ける言葉じゃない。でもラーズは反ラスター校として私たちに力を貸してくれって言ってたんでしょ？だから気になるんだ。俺たちは何か大きな間違いをしているような気がしてならないんだ。パーン、近頃ずいぶん注意深くなったんだ。そりゃ、伊達に修羅場はこなしてないさ。もう背中を守らなくていいみたいね。そんなことない、そんなこと。君がいないと。困る？そりゃその、いてくれた方が、その…よかった。あ、囲まれたな。探しているのは俺か？あんた、さっきの。俺の名はモーブ。じゃあモーブさんとやら、周りにいる物騒な連中を何とかしてくれないか。俺はあんたと話がしたいだけなんだ。ラーズの手先に話すことなどない。回ってくれ。俺たちは反ラスター校として戦うという町の申し出を受けてきたんだ。でたらめを。ラーズはラスター校と手を組んでこの町を奴に売る気なんだぞ。そんなバカな。それじゃラーズは。パン、危ない、後ろ。え、ガーッ。パン。
俺にはどうしてもあの男が信じられない。確かにスレインの言う通り、頭から疑ってかかるのは良くないかもしれない。けど俺だって魔術師だ。真実を見抜く力くらいある。きっとどこかに、学院から持ち出した禁断の品が隠してあるに違いない。それを探し出せば、奴も正体を現すはずだ。俺の勘が正しければ。多分地下室だ。地下室に行けば、必ず何かわかるに違いない。行き止まりか。そんなはずは。スレインは人の家を勝手に嗅ぎ回っても良いという教育をしているのか？ラーズ！お前ごときの魔術ではここから先には進めん。強大な魔力で潰されるのがオチだ。強大な魔力？やはりお前が禁断の品を持ち出していたんだな。その通りだ。廃墟となる学院の底にわざわざ眠らせておくこともなかろう。あれらの品は使うために作られたものだろうに。お前のような奴に使われるために存在するものではないはずだ。正義感ぶるのもそのくらいにせんと若い味噌らで命を落とすことになるぞ。むざむざやられるものか。マナよ、打ち消しの力の障壁となれ。対抗呪文の結界を作れるようになったのか。しかしそんなもの私には通用せんわ。消えよ、マナの障壁。ダメか。バカめ、お前ごときの稚拙な魔法で私が抑えられると思ったのか。がせっかく魔法で対抗してきたのだ。私も同じ方法で受けてたと。ただし二度と減らず口が聞けんように呪縛の呪文でな。あなた、いや、何か弱い思念が走ったような気がして。パーン、それともディード、わからない。でも二人ともどうしたのでしょう。何の連絡もないとは。あなた、私一つ気になっていることがあるんですけれど。気になること？セシルが言っていた禁断の品、もしかすると古代王国で作られたものでは。そう。だから学長が悪いことに使われないように学院の地下深くに封印したのです。それがいつの間にか消え去った。その犯人がラーズだとセシルは思っているのですね。確かにそんな噂が流れた。私も聞いたことがある。しかし信じられなかった。いや、信じたくなかった。確かにラーズは昔からとても野心の強い負けず嫌いな男だったけれど、いつも陽気で自信にあふれ、私はそんな彼がとても好きだった。あなた、この弱々しい思念は。私にも聞こえます。これは、セシル。スレイン、危ない。スレイン。セシル。地下から聞こえます。行ってみよう。ああ、行き止まりだわ。いや、違う。この壁の向こうに何かある。ようこそ、スレイン。我が宝物殿へ。宝物殿？まさか。お察しの通り、この向こうは私の禁断の宝物殿だ。これは一体の腕輪。こっちは総監の釈状。よくご存知ですな、レイリア。より強いものと合体し、その力を自分のものとするのが一体の腕輪。そして流出してしまった異世界のものを元に戻すのが創刊の釈状。ラーズ、まさか本当に君が。その通りだよ。そしてこれが封印の壺。ラーズ。
先ほど小ネズミを一匹捕まえたので、お返ししておこうか。セシル！スレイン！すみません。俺の呪文で身動きが取れなくなっているだけだ。どうせ教えるならもう少し厳しくやるのだな。もっとも、こいつにその才能があればだが。ダーツ、なぜだ？なぜこんなこと？なぜ？私が本当に反ラスター候補に味方すると思っていたのか。ダーツ！最も俺が欲しいのは、この世で最高の魔術師という地位と名誉だ。それが手に入るなら、ラスター校の手伝いもすれば、独立運動にも手を貸そう。それはどういうことだ？つまりスレイン、お前を倒すことができるなら、誰とでも手を組むと言っているのさ。だって知らなかったのか。俺はお前が嫌いだったんだよ。そう、随分と昔からだ。俺が人の何倍も努力してできるようになった魔法も、お前がその持ち前の勘とやらで、あっという間に習得する。ダーツ、私は。わかるか。学院切っての天才と言われたお前に俺の気持ちがわかるか。俺がどんなに必死に新しい魔法を習得しても、誰も俺を認めん。みんな俺を認めるのは、天才スレインの親友としてだった。つまり、お前あっての俺だった。まるで月と太陽だ。そう、俺は太陽の存在なくしては輝けん月だったのさ。だがもう月はごめんだ。俺は自らの力で輝き、最高の魔術師となる。そのためにはスレイン、お前が目障りなんだよ。ダーツ！しかし殺しはせん。古い友人だからな。封印の壺を使うつもりですか？その通り。お前はこの壺に永久に封印されるのだ。妻と出来の悪い弟子ともども封じ込めるのは俺の全てもの情けだ。あなた、体が壺に。レイリア！スレインよ、お前の力なら簡単に壺から出られるぞ。俺がすでに守りの呪文は解いているからな。外から叩き壊すもよし。どういうことだ？時期にわかるさ。ただし分かった時にはすでに手遅れだがな。だこれで私が最高の魔術師だ。あなた、あなた、スレイン、あなた、しっかりしてください。ここは封印の壺の中ですわ。覚えていらっしゃいません？グズグズしてはいられなかったね。早くここから出てパーンたちと合流しないと。ラーズは守りの呪文を解いてあると言ってましたから、二人でやればおそらく。いえ、ラーズがそんなに簡単に私たちを逃げられる状態にしておくはずはありません。きっと何か裏が。あなた、あれを。これは魔人。スレインとレイリアが閉じ込められた封印の壺の中に、遥か太古に凍結されて封じ込められた巨大な魔人がいた。いつ、どこで、どのような形でここに封印されたかはスレインの記憶の中にもなかったが、それは確かに古くから言い伝えられる滅びの時に出現する死の魔人だった。この魔人が一度世に出れば、世界は焦土と化し、生き残れる者はいないとも言われている。なんてことだ。我々がここから脱出するときはこの魔人をも蘇らせることになってしまうんだ。ではここからは出るわけにはいかん。
我が友スレインに。おっと、あいつはあまり生きる口じゃなかったな。中庭の決まったところで本ばかり読んでいたな。よーしスレイン、今日の読書はそこまでだ。付き合えよ。ラーズ、今日は何の祝いだい？決まってるじゃないか。卒業の前祝いと、お前が同志の資格を受賞するであろう前祝いだ。同志の資格を？私が？そうだ。卒業生の中で一番優秀なものが得られる同志の資格だ。今年はお前が誰が受けるというのだ？ラーズ、仮に受けられるとしても私は辞退するよ。スレイン、私は地位や名誉が欲しくて魔術師になろうと思ったわけじゃない。それに同志の資格がなくても魔術師に変わりはないだろ。その言葉通り、スレインは同志の資格を辞退し、代わりに俺を推薦した。そう、俺はスレインに資格を恵んでもらって、やっとここの町の領主というところまでのし上がった。やっとだ。その間にスレイン、お前はどうだ？いつの間にかアラニアの賢者、魔術師スレイン、国中に知らぬ者がいないくらいになって、それに引き換え俺はどうだ？相変わらずだよ、相変わらずだ。私は地位や名誉が欲しくて魔術師になろうと思ったわけじゃない。それに同志の資格がなくても魔術師に変わりはないだろ。その通りだよスレイン、その通りだ。俺はその時に初めてお前の穏やかな表情の理由が分かったのさ。自信だ。魔術師としての揺るぎない自信。それがお前を欲のない冷静な男にしていたということをな。その時から俺の心の中には、お前への憎しみが生まれたんだ。ラスターコンが？パン、大丈夫？ちくしょう、思いっきり殴りやがって。まだ頭の芯で、蜂がうなってるぜ。あなたを担いで逃げるわけにいかなくてね。ご覧の通り、捕まっちゃったのよ。ごめん。腐ってる暇はないんだ。早くスレインに知らせなきゃ。もし彼らの言う通り、ラーズが反ラスター校を語って俺たちをおびき出したのだとしたら、スレインたちはすでにラーズの罠にはまって身動きが取れてない。急がないと。だけどこんなに頑丈な倉庫からどうやって逃げ出す気？剣も取り上げられちゃってるし、おまけに見張りも一人や二人じゃなさそうよ。くそ。出ろ！お前は確か、モーブ！一緒に来てもらおう。じゃあ、私たちもラスターコート戦っているって分かってくれたの？まだそんなこと言ってるのか。往生際の悪いことだ。違うって言ってるだろ！俺たちはザクソンの村で独立運動を。黙れ！言葉だけでは信用できん。じゃあどうしろって言うの？お前たちを盾にラーズの城に乗り込む。そして奴を倒す。無茶よ。ラーズは魔術師よ。しかも同志の資格を持ってるくらいの力があるのよ。あなたたちが束になっても勝てる相手じゃないわ。だからお前たちを盾にするのさ。私たちなんか盾になるもんですか。せいぜい弾よけよ。いや、チャンスかもしれないディード。どんな状態でも城まで戻れればスレインたちとコンタクトが取れるかもしれない。とにかく言う通りにしてみよう。何ごそごそ言ってる。逃げる算段をしても無駄だぞ。わかったよ。言う通りにする。突然のご来訪とはあまり感心しませんな、ラスター校。お前に独立運動の輩を一掃してくれと頼んだが、もう奴らの動きを封じたのであろうな。ギョイ、すでにザクソンを拠点とした独立運動の中心は首根っこを抑えております。ラーズ、そろそろ我らと合流してノービス攻めを手伝ってはくれぬか。
気の弱いことを。アモスンなぞ、陛下の軍勢でこと足りましょう。それが近頃、アランを逃げ出して独立運動に参加する領民が増えてな。その影響は兵士にまでも出ている。はは。ならばなおのこと、独立運動の目は徹底的に潰さねばなりますまい。なに、アモスンの軍勢なぞ、すぐに私が肩をつけて差し上げましょう。まことだな。誓って。陛下、伏せて。何事だ。ラーソロー、モーモー長身とする独立運動の地下組織が、例の戦士とエルフの娘を盾に乗り込んできました。何？ラーズ、ラーズはどこだ。姿を現せ。さもなくばこの二人の命はない。二人って私とパンのことらしい。かけてもいいわ。私絶対にラーズは私たちを助けるわけないって。俺もそう思う。それじゃ賭けにならないわ。ラーズ、こいつらを殺してもいいのか。お前がモーブか。ラーズ、ラスターコーと手を組んでこの町を貴族の支配下に置くなど絶対にさせん。愚かな。お前たちに私が倒せると思っているのか。抵抗すれば人質の命はない。構わんよ。だが言っておくが、そいつらはお前たちの同胞だぞ。何？お前たちの味方をなぜ私が助けねばならないのだ。なんだって。それでは。ラーズ、スレインたちはどこだ。さあどこだろうね。まさか。殺しはせんよ。たとえ古い話だとしても彼は友人だったからね。だがお前たちと私とは何の関係もない。故に死んでもらうことになる。たー危ない。たーま、私たちをかばってくれたの。すまない。もっと早く君たちの話を聞いてる。こんなことに。もう、しっかりしろ。頼む。町を、ビルニの、仲間たちを、頼む。ああ、もう。次は二人まとめてあの世に送ってやる。だおっと、させるか。セシル、セシル、お前どうして。スレインが壺に吸い込まれる直前に転送の呪文で跳ね飛ばしたんだ。行きなさい、セシル。パンと連絡を取るのです。スレイン、ラーズの魔力からパンたちを守れるのは君だけだ。いいですね、スレイン。この礼。スレインを閉じ込めた封印の壺もほらこの通り手に入れた。貴様いつの間に。あんたの悪巧みは必ず潰してみせる。ここはひとまず退却よ。でも逃げるが勝ちってこともある。私に任せて。親愛なる異界の友よ、偉大なる風の王よ、あなたの強き風に乗せて私たちを運び去って。バカめ、壺を持って行ったところでスレインは出てはこれんわ。仮に出たとしてもそのせいで世界は滅ぶ。それは未来永劫スレインの罪となって歴史に記される。どっちを取っても奴には地獄よ。この町の独立運動の地下組織だ。ラーズの目を逃れるためには密かに行動しなければならなかったんですって。するとやはりラーズはラスター校と通じていたわけですね。ああ、俺たちはまんまと引っかかったわけだ。ラーズめ、スレインが独立運動の中心になってるのを知ってこんな手の込んだことを。とにかくスレインとレイリアを早いところ助け出さなくちゃ。
本当にこの壺の中にいるのか？はあ、これは賢者の学院に古くから伝わる封印の壺といってね、昔は悪い魔人や精霊を封じ込めるのに使ったそうだ。冗談じゃない。スレインを魔人なんかと一緒にされてたまるもんですか。セシル、君がスレインを解放できるのか。やってみなければわかりません。ま、ダメ元でお願いしましょう。俺だって半人前とはいえ魔術師ですからね。見ててください。セシル、いけません。え？聞こえる、スレインの声。スレイン？セシル、封印を解いてはいけない。スレイン、なぜ？私たちと一緒に死の魔人が封じ込まれているのです。私たちを解放すれば魔人も蘇ってしまう。何ですって？死の魔人を蘇らせるくらいなら私たちは永久にこの壺の中にいます。そんなバカな。今頃大騒ぎしているであろう奴らの姿が目に浮かぶようですな。スレインとか言ったな。アラニアの賢者と呼ばれている。これから私がアラニアの大賢者ですよ、国王陛下。なぜあの男にそれほど執着する。お前ほどの男ならこんな小細工を浪せずともひとひねりであったのではないか。陛下は魔法の恐ろしさをご存じない。使うものの裁量一つでいかようにもなる。スレインと真っ向から戦ったら、この私とて差し違えるのが関の山。それほどの男には見えぬが。それがあの男の恐ろしいところです。どこまでの力を持っているのか私にもわかりませんからな。それほどの男なら封印の壺など簡単に出てくるのではないか。手は打ってございます。出たくとも出られぬように。しかし奴の力はまだ未知数なのであろう。絶対に大丈夫だということが言えるのか。何がおっしゃりたいのです。封印の壺とて作られたもの。魔法がそれほど恐ろしいのならスレインが二度と現れないという保証はないのではないか。現にあのセシルとかいう小僧、スレインが封印を破って助けたのであろう。私を怒らせたいのですか。いや、私はただの人間だからな。策を弄するときは念には念を入れるだけだ。よろしい。ではスレインをこの世から消し去ってご覧に入れましょう。ただしその後がどうなっても私は知りませんからな。セシルはどうやら諦めてくれたようですね。仕方がない。今の私には死の魔人を今一度封印できる力があるかどうか断言できないのだから。あなた何を恐れてらっしゃるんです。恐れる？今のあなたはわざとご自分の力を否定しようとなさってるようで。レイリア、私は今まで自分が魔術師としてどのような地位にいるのかとか何が名誉であるとか考えたこともなかった。でもラーズは違ったのですわ。魔術師としての生き方がまるで違っていたのだ。どこまで行っても決して重なることなく、仮に誤って重なれば大きな衝撃が起こる。私は今までそのことにまるで気がつかなかったのだ。そうだ、もし彼と出会わなければ、出会いさえしなければこんなことには。あなたでもそんなに迷うことがあるのですね。レイリア、覚えてらっしゃいます？私をマーファの神殿に送ってくださった時のこと。レイリア、何をする気です？お願い、死なせて。カーラとして私がやってきた人を償うにはこうするしかないのです。落ち着きなさい、レイリア。離して、お願い、死なせて。さもなくば殺してください。殺して、レイリア。スレイン、あなたが死んだら、あなたを救おうとして命を落とした義務が何と思うか。義務？確かにあなたはカーラとして長い年月大勢の人を殺してきた。けれどそれはあなた、レイリアとしての意思ではない。けれど、覚えてるのです。
炎に焼けただれた騎士の姿を、あっという間に粉々になった人々の姿を、河原としてやったことでも、私の目にはその姿が焼き付いて離れないのです。もう私には死んで償うことしかできません。もし本当に償いたいと思うなら、生きることです。生きてロードスの未来のために尽くすことです。それはレイリアの未来を作ることにもなるはずです。私の、ねえレイリア、過去を変えることは誰にもできませんけれど、未来を変えることはできるのです。胸を張って誤った過去を償うことが、レイリアとして新しい未来を作ることにはなりませんか。私の未来。そう、レイリアの未来です。そこにはあなたもいるのですか。そう望まれるなら、私を助けてくださいますか。あなたさえよければ、そばにいますよ、いつまでも。あの時、私はあなたほど強い方はいらっしゃらないと思いました。がっかりしましたか。いいえ、私頼るばかりで何のお役にも立てないと思っていましたけれど、これはそうでもなさそうだと自信が持てました過去は変えられなくとも未来は変えられる。あの時の言葉、今度は私がお返しせねば。一本取られましたね。この音は、外の世界に何か。スレイン、聞こえるか私の声が。新しい国王陛下から独立運動に組みする者を潰せというご命令が出たのだ。お前の弟子も仲間もすべて私の魔力で吹き飛ばしてくれるわ。あなた、セシルの力ではパンやディードを守るどころかまとめて殺されてしまう。あなた、封印を解きましょう。レイリア、死の魔人とて不死身であるはずがありません。こうして封印されている以上、封印の方法があるはずです。しかし、二人でやれば何とかなりましょう。でも、もし力及ばず世界が焦土と化し、私たちの罪として歴史に記されたとしたら、私も、あなたと共に、永遠の罪に行きましょう。レイリア。今度は私がお手伝いします。わかった。やってみよう。万物の根源たるマナよ。すべての生みの母なる創造の女神マーファよ。物質に束縛されし万能の力よ。大地のこと。ディード、こっちへ。セシル、なんとかならないの？このままじゃ倉庫ごと吹き飛ばされちゃう。どうにかなるくらいなら、とっくにやってます。何よ、あんたも魔術師でしょ。都合のいい時だけ頼らないでください。建物の中でなきゃシルフを召喚してあいつの魔法を封じられるのに。どうした、反撃すらできないのかセシル。スレインはお前に放棄で飛ぶことしか教えておらんのか。くそ、よせセシル、挑発に乗るな。俺のことは何と言われてもいい。だがスレインのことを悪く言うのだけは許せない。あ、待てセシル。ラーズ、俺が相手だ。ひよっこが。セシル一人をやらせはしないわ。ディード、魔力はなくともセシルの盾ぐらいにはなれるさ。ファン、いい覚悟だ。ならば三人まとめて打ち砕いてくれるわ。ドニー、俺の呪文を跳ね返すぞ。今こそ戒めを解きて真なる力を表せ。消えよ、呪縛の力よ。スレイン、ラーズ、スレイン。魔人を蘇らせる罪を背負って生きる決心がついたか。さて、それはどうかな。なんだと。ラーズ、あなたは私がカーラであったことを知っているのでしょ。私の中にはカーラの使った魔法が生きていることをご存知なかったのかしら。なんだと。カーラはこれら禁断の品を作った古代王国の魔女だったのだ。レイリアにはその記憶があるのだ。そこに私の力を加えれば魔人を封じ込めることは不可能ではない。
踊れ！スレイ、魔人が、死の魔人が蘇る。炎の中から魔人が。なんてでかいやつなんだ。お前たちが二人がかりで来るなら、俺も魔人と共に戦ってやる。死の魔人よ、俺を受け入れよ。魔人よ、俺の体の一部となって世界を焼き尽くすのだ。ラーズ、ラーズの体が魔人に吸収されるわ。一体の腕輪を使ったんだ。奴は魔人と合体して世界を破壊するつもりなんだ。スレイン、とうとう決着をつける時が来たな。どうしてもやらねばならんのか。壺の中でおとなしくしていれば殺さずに済んだもの。ダーツ、かつて共に語り合ったこと、友として過ごした日々も、あれは全て偽りだったのか。共に競い合い、泣き笑い、苦しんだ時も何もかも、あれは仮面をかぶった君だったのか。最初は偽りではなかった。自信に満ちた穏やかなお前に憧れていた。憧れて、焦がれて、いつかお前のようになりたいと。しかし、それが叶わぬと知った日から、それは妬みに変わり、そう、憎しみに倍増するには時間はかからなかった。そして、どこまで行ってもお前が俺の前を歩くというなら、消し去るしかないと心に決めた。ダーダー！来るな、レイリア。これは私一人で決着をつける。決して手を出すな。ほほー、度胸だけは褒めてやる。しかし魔人と合体した私にお前一人で勝てると思っているのか、スレイン。私は今まで一度も魔法で人を殺したいと思ったことはない。だから自分の力がどれほどあるのかはわからない。だがラーズ、お前は私が倒す。お前に憎むことを教えてしまったのが私ならなおさらだ。己の罪は己が償う。トーキー、死ぬのはお前の方だ。はぁ、ラーズ、さらば。万物の断りにあたらす異界の者よ、今こそ偽りの交わりを断ちて汝が世界に帰るがよい。あらゆる過ちと歪みとともに死ねえ。イゴールトゥンバルド。これは体が溶けてゆくか。見ろよ、魔人が消えたんだ。ラーズも一緒に。ひどい、周り一面焼け野原じゃない。スレイン、スレイン、どこにいるの。見ろ、あそこ岩の上、あれはスレインだ。ラーズ、本当にこれしか道がなかったのだろう。お前には分からないかもしれんが、俺にはこういう生き方しかできなかったのさ。お前をこの手で、私はこの罪を一生背負ってゆく。それが私の償いだ。バカだな、お前は。アバよ、ロードスという名の島がある。アレクラスト大陸の南に位置する
大きな島だ。大陸の住人の中にはロードス、呪われた島と呼ぶ者もいる。ラーズ、野心の強い男よ。もし生き残ったとしたら、いずれは私の寝首をかいていたの。アラニアの賢者よ、感謝するぞ。しかしそなたもいつか必ずぶつかることになろう。どうなされました、マスター君？何でもない。急ぐぞ、戻ってアランの守りを固めるのだ。ロードスという名の島が人知を超え想像をしのぐその世界の行く手を知る者は未だ現れない。